皆さんこんにちは、菅健太です。久しぶり。はい、というわけで、知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、僕菅健太はですね、ハイパープロジェクション演劇配給の初演から最強のチームまで日向翔陽を演じさせていただいておりました。なぜ僕が今回登場したかと言いますと、皆さんお分かりですか？出ちゃう。もうあんなに飛べません。僕はもう27歳です。はい、というわけで今回はですね、日向役ではなく、なんと演出をさせていただくことになりました。題して劇団配給旗揚げ公演です。はい、ようやく発表することができました。今ね、このコメント取っていて緊張して、もう何を言っていいか分からずに、もうこれはテイク5ぐらいでございます。はい、でもですね、本当にそれぐらい僕の中で大切な作品です。この配給という作品と出会えて僕の人生は本当に変わりましたし、日向翔陽を演じることができて本当に良かったなと心から思っています。だからこそですね、こうまた新たに配給の世界を生きてみたいなと思いましたし、またこう一人でも多くの方にこう演劇を通して配給をぜひ体感していただきたいなと思っています。演出家としてこう新しい配給の一面をまた知ることができるのかなと思うと今から楽しみです。なんかこう聞くところによると、古舘先生も楽しみにしてくださってると聞きました。そんなプレッシャーをかけないでください。緊張してます。まだ先なんですけれども、今からですね、しっかり準備して一生懸命演出していきたいと思います。演出1年生、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。